皆さんこんにちは。わがまま東京の中村です。本日は、わがまま別注の紹介をしていきたいと思います。今日紹介するわがまま別注のブランドはテンボックスというブランドを紹介したいと思います。テンボックスというブランドはティグさんという方がディレクターをやられているブランドなんですけれども、もともと僕がこのお店をオープンする前からそのティグさんと何か別注やりたいなと思っていて、なので1年以上実現に時間がかかったかなり感慨深い別注になります。でもともとそのテンボックスのティグさんという方は基本的に自分がつけるもの着たいものしか作らない、僕に似たわがままな方なんですけども、で僕が直接そのティグさんにお話をお願いをしに行った時にですね、実は、指輪を作りたいという、お話を、1年前ぐらいに、してくれて、でその指輪のデザインというのが、後で、試着動画を見せるんですけど、この今つけているここに、多分小さすぎてわからないと思うんですけど、本物の、花を、そのトップにつけて、でベースの素材が18金のリングが欲しいっていう、宿題というかを僕が出されて、でティグさん、もともとアパレルにいた方なので、いろんなこうデザイナーさんとかアーティストさんとかとつながりがあったんですけれども、その、本物のこれぐらい米粒ぐらい小さい、トップを作るっていうのがどうも誰もできなくて。もし、わがままの、中村さんのところで、実現できるのであればその別注をやりたいという、話を受けたの で僕自身も全くそういったつてはなかったんですけれども、最終的に、とある樹脂職人の方に巡り合うことができまして、その方に、その本物の花のトップを、樹脂で作成していただいて。地金の18金のベースのリングを作って、それにはめ込んでこの別注が完成したという、ちょっと長ったらしくて申し訳ないんですけども、非常に時間がかかって、僕とティグさんも非常に思い入れのあるリングを今回紹介していきたいと思います。それでは画角が変わると思うんですけど、試着画像を今から流しますので、そちらどうぞご覧ください。はい、それでは試着動画を流そうと思います。で試着動画の前にですね、商品の紹介、詳しい紹介をしようと思います。こちらですね、非常に、小さいので、見づらくて申し訳ないんですけれども、このリングの中心にですね入っているのが、先ほどお話していた本物の花が樹脂加工で封入されております。で何の花が封入されているかというと、カスミソウですね。カスミソウが樹脂加工で封入されております。で地金の、素材なんですけども、そちらは18金の素材が使われております。はい、それでは、試着しようと思います。こちらが試着した雰囲気になります。でゴールドのリングって僕自身普段ほとんどつけたことがないですし、おそらく、皆さんも普段ゴールドリングってあまり馴染みがないかなとは思うんですけど、僕はこの形がすごく好きで、幅が太すぎると、かなり存在感が出ていやらしくなってしまうというのと、逆に、細すぎても今度は華奢になりすぎてちょっと女性らしすぎてしまう雰囲気があるんですけど、この絶妙な、幅感ですねが僕はすごく好きです。でまたですね、どのようなトップスに合わせていただいてもいいんですけど、僕は特にこういう、黒ベースのトップスからさりげなくこのゴールドが見えるのが艶やかな雰囲気がとても僕は、好きだなと思っております。こちらの画像が実際のカスミソウを手に持った試着画像になります。カスミソウの英語訳がベイビーブレス、直訳すると愛しい人の息という意味なんですけれども、カスミソウの花言葉はいろいろありまして、感謝とか幸福、永遠の愛、無邪気といったティグさん自身がすごく好きなフレーズが多くて、何の花を入れようか悩んでいたんですけども、この花言葉を、きっかけにカズミソウを入れようということになりました。はい、以上が着用動画になります。こちらの商品なんですけれども、通常販売はしておらず、受注生産のみの販売とさせていただいております。詳しい受注期限やお値段などは、わがまま東京のインスタグラムのアカウントの投稿をご確認いただければなと思います。で、今回の、まとめになるんですけれども、僕自身も、すごくわがままで、ピグさんも、わがままというよりは、死ぬまで、ずっとつけたいピンキーリングが作りたいという、すごくなんですかね、僕は熱い感情だなと思って、その2人のこうわがままを、実現させた、リングになるので、非常に思い入れがあります。でまたデザインも先ほど紹介したように非常に僕はかっこいいなと思うデザインなので、ぜひ、2人の、わがままが実現したこのリングを、皆さん気に入っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。